皆さんごきげんよう。いかがお過ごしですか。面白おかひこのひなです。よろしくお願いします。はい、明けましておめでとうございます。2022年で初めての、しばらく休みしました。そうだね、1ヶ月ぐらいする忙しかった。いやいや、それは今も忙しいから別にそういう意味では、はい、忙しいので、うん、本日も事務所からお送りします。はい、まあでもいいね、これ事務所半分ゲストで、あ、お店半分ゲストさんの時は、うん、お店ってことで、うん、まあ面白、うん、おかひこっていうのは面白いくなきゃダメだからね。うん、面白いって言ってもさ、この俺たちが面白くなかったら面白くないよね。え、だから私たちが面白い人間である。あ、それはちょっと難しいですね。え、なんでだから面白い生き方をするしかないよね新年の抱負としてはね、え、なんで新年の抱負としてはやっぱり、はい、あの今年は面白くいきたいね。え、いつもじゃないですか。いやいやじゃあより一層。あ、より一層、はい。今年49だから、うん、2022年でね、うん、だからもう面白く生きるってことが大事な気がする。うん、面白くって、じゃあ面白いってのは一体何なのかっていう、うんうんどうですか、面白いって。え、面白いってのは何かっていうね。言葉で説明するのが難しい。このさ、インタレスティングとファニーの違いっていうのはあると思うんだよね。なんか前言ってた気がするけど全然覚えてません。いや、だから面白い、なんかこう例えば人が通ってて、歩いてて、はい、それが転ぶと言うのはファニーじゃん。ああ。でも知らないことが、例えばそうだな、アメリカ大陸はもともとアフリカ大陸とくっついてて、だからアフリカのこうへこんでるところとこの中南米の出っ張ってるところがぴったり組み合わさるっていうね、いうことはとても面白いよね。うん、あ、ちょっと意味は違うのに。全然違うでしょ。だって人がその辺でさ、なんかバナナの皮に滑って転んだっていう面白さと、うん、アフリカ大陸とアメリカ大陸がもともとくっついてたんだっていうね、面白さ。だから面白かひこっていうのはやっぱりこう、なんか本当本来はもうちょっとそのファニーじゃなくて、うん、こうなるほどって思うようなことをお伝えするべきだよね。へーってだってそうじゃない。だって面白い、それが面白いってこと。いや、そうですけどハードル高い。いや、でもさ、もうさ、あなたももう40、昨年の暮れに40いくつでしょ40歳か。じゃあ晴れて40歳、40代でしょだから40代の2人がやっててさ、ファニーじゃしょうがないんじゃない？やっぱり、いや、多少ね、それやっぱりそれはさ、あの僕らの人間力の程度っていうのは程度がありますから、そのすごくね、すごい高度なことは無理でも、少なくとも新年の1回目の心持ちとしては、ファニーよりはインタレスティングなことを目指したいというふうに思う。どう？なんで喋るよ。だからなんかさ、本当なら僕らしか知り得ないようなことを言うといいよね。だって本当はだよ。本当はだよ。本当はだよ。いや、この YouTube っていう、なんかこのプラットフォームを借りてやってるけど、これ別にさ、あのお店でやってることと変わんないからね、うん、宇田川町でイベントやってたじゃん。だから今までお店でいろいろイベントやってたけど、うんうん、ただただ雑談で喋るっていうだけの会をずっとやってるじゃない。はい、そんなことやってんのって瀬戸内寂聴か豆彦の井川かっていう感じじゃない。
ただ人集まってただその日のことベラベラ喋って終わりなんだよ。だけど YouTube っていうのはさ、多分もうちょっと、あ、ちゃんとやるの、ちゃんとやるんじゃない、なんかどうしてんの。いやだからカフェの、カフェだからコーヒーの入れ方とか、カフェのオーナーになりたい人の質問を受けて、その答えるとか、でもやっぱりこれはちょっとラジオみたいに、あの、あ、そうそうそう、年末年始、いや年末から乗ってみやんかがさ始まったんですよ。11月の配信ね、配信がございます。で今3まで行ってるのかな。で第1話の明日アクト3、明日4話でしょ。ああ明日4、第2話ね、第2話だけど第4回目でしょ。4回目じゃない。だけどね結構大変なのよ。大変っていうのはもう編集して出すっていうことでも時間が随分取られるわけ、うん、いやそれはそうだと思います。それでね、何にこんなに時間取られてんのかなと思うけど、うん、音の直しとかね、うん、に時間かかってる。でもこのさプロのドラマなんか見るとさ、うん、なんかもう音バッチリじゃない、うん、だから本当にどうやってんだろうと思うけど、まあとにかく音の直しだろうなんだろう、小さいことに、まあ一週間もかかりきりだと、毎日ラジオ更新してたよ昔。ああ難しいよね。ああ難しい。難しいっていうかそんな時間ないよね。そんな時間ない。それをやったらもうドラマが一週間に一回は出せなくなるじゃん。だからそのもうやっぱりねスケジュールが変わってきてるわけ。うん。でこの面白いおかしくもそうだ、状況が変わってるんで、でだけど、はい、このお客さんとのさ、うんうん、お客さんとこれ見てる人との対話みたいのは必要だからね、うん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 、だってだ見てる人いないのにこのまま喋ってもしょうがない。だから今年はここにお便りを募集しよう。おで読む、はい、お便り。だから日野さんはいつもなんか変な服着てますけど、どこでそんな服買ってるんですかとか。それ全然関係ないよね。え、なに、何が関係ないって。え、いやなんかあんま関係ないよねそのお便り。関係ないって何に関係ないの。いやこういうだからインタレスティングなことをやりながらも、うん、そのお客さんとのね、あ、やり取り、やり取りもこう増やしていくっていう、だ関係あるとか関係ないとかって。ああ。いやだからこのほら、もっと日野さんの顔を寄りにしてほしいとかね。しなくていいよ。いやでもそういう人もいるで、日野さんの顔を見るのが目的ですっていう。だからこれはさ、この俺らのこのラジオが中身がなければないほど日野さんの顔を見るっていう人しか見なくなっちゃうわけ。そうじゃん。だってそれ以上の売りってないの。だからこれ今年はこれをなんかちょっとそのあ、なんかもうちょっと頑張るじゃん。あの何を無無って無で言えばいいのね。違う違う違う、だからなんかこう意味のあることを話ししないと、ただ顔だけね顔だけ見せてるってことになるから、この番組もさもう時間がないから、うんうん、やっぱりこのよちまんラジオで1週間毎日更新できない分、このラジオだけはラジオじゃないけど、こうせっかく顔出してやってんのから、うん、こうみんなからのお便り読むとか、ね、うん、日野さんの顔芸だけを見せるっていうのに俺そんな毎週30分も付き合ってもしょうがないよ。そんなつもりはないです。だからこの番組でもう少しそういう風にできるといいね。やり取りを。やり取り、うんうん。だけど YouTube っていうのはそういうのに向いてるかどうかは知らないよ。うーん、 YouTube ってもうみんなすごいからね今。全然見ない。なんかねヨーヨーマがね、ヨーヨーマって知ってる、うん、ヨーヨーマってあの、うん、チェロ弾く、わ、うん、かるけど、ヨーヨーマがハッピーニューイヤーっていうのがね1分20秒ぐらいなんだけど、うん、動画があってね、だからヨーヨーマチャンネルっていうのもあるんだよ。おー、だからこうやってみんなやってんだ。みんなやってんだよ。だからみんなやってるとなるとさ、俺らなんかやったってさ、って感じじゃん。だけどもうここはさ、もう これを見たいっていう、うん、
これがもう習慣になってるわっていう人のためにやりたいじゃん。ね、だってヨーヨーマが出てきたりさ、そのうちジャッキー・チェンとかも出てくる多分。うん、でもそういう著名人がさ、うん、こぞって自分のチャンネルでさ、普段はこうしてるとかなんとかってやってたらもうみんな見たいじゃない。でそうするとなんだろう、例えて言ったらこうバスへのスナック、うんうん、これ俺らはスナックね、うんうん、こうスナック日野スナックサオリスナックサオリでさ、うん、もう近くにショッピングモールの大きいのができて、そこに次々にヨーヨーマの専門店わ、ね、なんかその名だたる人たちの専門店があって、見てもお客がそっち行ってるわけ。うん、でもここにスナックサオリに来てるお客さんはいやなんて言ったってあれだよ、ヨーヨーマなんかよりスナックサオリのね、そのサオリの手料理が食べたいとかいうのがあるじゃん。だからここにいるこう見てくれてる人をもっと大事にした方がいいと思うわけ。うん、200人ぐらい見てるんでしょ、だってうんこう毎回ね。だそういうの無視じゃない基本そんなもの知らないみたいな。あのねそういうのは良くないね。良くないね。あの日野さんとね瀬尾さんは良くない。この二人はね本当に見てくれてる人をねないがしろにしすぎてるね。見ないでほしいって言ってんだもん。あんなこんなの誰が見てんだこんなの、もう見ないでほしいって言って、いやせっかくねお便りくれてんだからって言っても、うん、別にっていう感じじゃない。だからねそんなの良くない。もっとこうサービス精神を持ってね、皆さんお元気ですかとか、あのなんかプレゼントとかもやったらいいかもね。だからなんかそのあじゃあプレゼントやろう。プレゼントって言っても売ってもいいんだけど。ビンゴ？ビンゴってなんだよ。どうやってやるんだろう。違う違う。俺ね商品今いい商品思いついた。うん、あのさ中潤のみかんってなの。おお。あのいやこのさ例えばさ、あ俺ね自分が年取ったなと思うことって、年取ったなと思うことある。うん、俺ね年取ったなと思うのはね。最近もうこれでいいやって思うことが多いよね。これでいいや。うん。これ今ここに出てるのこれ東方美人かな。うん。東方美人でしょ。これでいいの。あの俺例えばお茶だったらもう台湾の東町ウロン茶よりはもう三輪家ってね、俺が好きなお茶三輪家って、うん、もう三輪家だけでいいやと思ってる。あそういうこと。あわかる。わかる。で、あの緑茶だったら、もうあのうちで取ってるなんだっけ、狭山茶。狭山茶？狭山茶のあの茎、狭山の茎茶のあれでいいやと思って。でほうじ茶だったら金公園のブラウンエースでいいや。とか、もういろんなものがもうこれでだからみかんだったら、ね、なるほど。もう中潤のどこのあの和歌山のみかんだけでいいや。うーんでレモンだったらもうあそこのね、うん、年内さんのとこのレモンでいいやとか、うんうん、もうかぼちゃだったらもう梅木さんのとこのかぼちゃでいいやっていう風にもうこれだったらこれでいいっていう風に思ってるものが増えてきてる、うん、だからもう他はいいわっていう、うん、もうこれだけあればいいっていう感じに、ね、なってるんだ。なるほど。で皆さんもそういう風になるんじゃないですか。いやいやどうかな。でもちょっと年取ったらだからパンだったらさ、うんうん、もうさ塩見さんのパンだけであればいいやって。まあいろんなパンあるけど、でもなんかそのこれを食べればいいやっていう風にねなってきてる。だお店もさ、あ決まってきてる。決まってきてるね。だよね、そりゃそうだよ。なんか何でもいろんなとこ行ってみるっていうよりは、もう確実なとこに行っていいやっていうのは保守的になってるよね。このコロナのせいもあって。そうなわけ。なんで。いや、ほんとそうだよね。いや、コロナのせいもあって、行けないじゃん、いろんなとこ。そうなの。だから、もう、じゃあ、あそこはやってるし、あそこはなんかもう、マスクだの、なんだの、うるさくないし、そういうこと。もういいや、あそこに行けばいいやっていうふうな感じになってきてる。それ。だから、これね、年取ってきてるってことだと思うけど、だから、そういうものをさ、うん、この見てる視聴者の人に、プレゼントで、うん、ね、うん、あ、お便りを送ってもらって面白かった人には金子園のほうじ茶をっていうのはどうかな。
ね、まずは。だからそういう風に見てる人とこうなんかやり取りがあるといいね。うーん、こうみんなさんからそのなんか募集するっていうものがね、うんうん、でなんかこうそれとこう、あ、これはためになったなっていう みんなからのさ、あの昔伊藤家の食卓って番組あった、みんなからのお便りなんかすごく知恵、へー、見たことないかも。いやいや、あんのよ。だから名前は知ってます、雑学、うん、こういうのはこうした方がいいよとか。え、それを視聴者が送ってくるの？そうだよ。へえ。で、それをここで紹介するっていう。あ、へえ。だこれ見たらみんな、へえ、なるほどねっていうようなものをやったらいいよ。うん。どう思う？うん。いや、で、伊藤家の食卓で思い出したんだけどね。あのね、今、乗ってビアンカもね、もう今5話。はい。これ5話を撮ってるんですよ。5話。うん、この、もうついに5話を。うん。で、こうもう次6話をもう書かなくちゃいけないと思ってるわけよ、うん、もう1月だから、うん、そうじゃん、だってもう3月に終わらせたいわけだから、もう6話が書かないといけないじゃん。で6話ででね、まあ、これここだけの話で、ここだけの話ね、1話から今編集してってるじゃん、うんうん、で俺今5話書いてもう5話撮ってるじゃん、うんうんうん、こう見てるとね、うん、あれこんな話あったっけって作者である俺が思うわけよ。うんうん。あの、うん、いやだから。あ、え、あ、撮ったやつ？撮ったやつ見るじゃん。だから撮ったやつがね。例えばさ、そのなんかこう節夫がどうだのこうだの、舞子がどうだのこうだのっていうような、うんうん、なんか出てる一話の時になんかいろんなこと言ってんだけど、うんうんうん、あれこんな話なんだって思ってるわけよ。忘れてるわけよ。そうすると結構前だから、うん、まあ、だからあ、そっか、この話ってどうするんだろう、この回収しなきゃいけないやとか、うんうんうん、いうふうに思うわけ、改めてね、改めて、うんうんうん、で当初もちろん最初8話まである程度こういう目星つけて撮り始め、うん、そうだよね、か、うんうん、書き始めてんだけど、そうじゃないとね、もう撮ってるそばから、うん、変えてるもんね、変えてるわけよ、かなりね、いやだってキャラクターが違うから、いや、まあ、それはさ、しょうがないんじゃない、あれっていう。例えばまさしなんていうのもさ、うん、もうあれ最初のプロットだと4話ぐらいで行方不明になるみたいなっていう感じだったけど、うん、なんかそうでもないよね、あいつ出てほしいやみたいなっていうことがあったり、まあ別に出てほしくないからいなくなるってことはないけどね、まあ、ないけども、まあ、そういうふうに、つまり予定と変わってきてるわけよ、いいも悪いも。ああ、そうだよね。で、そう、で、それで、あ、そうそうそう、それで伊藤家の食卓なんだけど、うん、これでもうあと6、7、8しかないから、うん、結構いろんなこと話、風呂敷広げて、かなり広げてるよ。広げてんだけど、回収してないまま、ほったらかしになって、え、そうだよね。広げたことも忘れてるわけよ、俺は。ああ、なるほど、そういうことね。だって、ああ、編集してないから、こんな話して、これどうすんだっけ、節子の奥さんって。全員広げてる感じだよね。うん、そうそうそう。で、さ、で途中でまた思いつきでさ、いや、そうなのよ、増やせるからね、なんかどっかに行ったらしいとかこんないろんな話になってるじゃない、それでだから結局まあそうやって、まあ、これから回収折りたたみに入ってるわけだよね、うん、折りたたみのフェーズで、なんなら5話から半分ね、うん、そう、それでねもう6話からこうやってってね、やらなきゃだもんね。でも当初の予定だとあの人とあの人がこうなっていくみたいな、全然変わっちゃうよね、ちょっと変わっちゃってるわけよ、うんうん、それで、うんうんうん、この前さ考えたんだよ、うん、みんなで、うん、集まって、うんうん、で脚本会議になった、うん、でその脚本会議の時に、うん、今京浜クリーンっていう掃除会社があってね、掃除会社本当はこれここだけの話よ、うん、これはあんまりあの乗ってビアンカ見てる人は見ないでほしい、今回のやつはだってネタバレだから、あ、まあでも言っちゃうけど、あの本来なら主人公であるマサシ、え、節夫、あ、節夫か、まあ、節夫がね、その節夫がみんなをこう束ねていくっていうような感じだと思ってたんだけど、まあね、そうだよね、どう考えてもそう、ちょっと難しそうだなっていうか、リアルじゃないなと思う、うん、でそうだなと思うから、うん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 、じゃあ誰が、ね、うん、そのみんなを束ねていくかって言ったら、うん、もう京浜クリーンしかないわけよ。
ちょっと個人だもんね、みんな、うん、他はね。だけどさ、うん、景品クリーンがみんなを束ねるっていうのも変な話で、うんうん、景品クリーンのどこにいる今未だ出てない会長、初代の、うん、初代っていうか初代社長会長がいる設定になってるんだよね、うん、あれって。その初代会長の人徳に惹かれて、うんうんうん、あ、みんなね、みんな集まっていて、つまりなんかいきなり突然最後にひょっこり出てきた会長の人徳でみんな束ねていくっていう話にしたらどうかなって、うんうん、これって連ドラやってる意味あったのかっていうことになるけど、でその時にでみんなでその話をした時に、うんうんうん、こう今の時代にみんなを束ねて引っ張れるような人格者っていうか人徳者っていうような人がなかなかね、なかなかいないと。でいるとしたらどうだろう、どんな人だろうっていう話が出た時に伊藤四郎はどうだろうって話題になったんだよ。それなんでそうなったかっていうと、やっぱり戦後世代、だから今でいう団塊の世代、団塊の世代っていうものと 戦中の人たちとの間でやっぱりギャップがあるの。いや違うと思うよ、意識的な。いやそりゃそうでしょう。で、ちょっとこういう例えはふさわしいかどうか分かんないけどね、今回のコロナも含めて、まあ、コロナの前から、まあ、消費税が増税になったり、いや僕ら知ってます？僕ら昭和48年生まれの、僕、まあ、あなたもそうかもわかんないけど、あの、ロストジェネレーション世代って呼ばれてるわけよ。ロスジェネって呼ばれてる。こんなひどいネーミングないよ。え、どういうの？ゆとり世代っていうのもかなりひどい悪口だと思うけど、ね？お前らゆとりだなんて。ひどい言い草だと思うけど、うん、俺らはロストジェネレーションっていう、これまたとんでもないネーミングなわけよ、うん、何かっていうと俺たちの世代は失われてると、うん、つまり日本はロスト、うん、30年間ね、うん、30年間、だから俺が要は就職した時は就職氷河期なわけよ、うんうん、ね、就職氷河期だから、俺らが社会人になってから今の今までずっと景気が悪いままなの。それは俺らの世代なわけよ、まさに。で俺たちは、第二次ベビーブームだから、だから子供の数は多いわけね、子供の数も多いのにその子供は少ないわけよ。本来なら団塊の世代っていうのはすごい子供が多かった、戦後のね、戦後の第一次ベビーブーム、でしょ、で次に僕らが第二次ベビーブームでしょ、あ、でこの子供ってこと、本当はだから第三次ベビーブームで俺らの子供はうじゃうじゃ言ってもあそういうことかいいはずなんだよ。ところがそうならなかった。俺たちはだってなんて言ったってもう給料は上がらない、ずっと貧しい。だから俺たちみたいな貧しい中年ということでロストジェネレーション世代って呼ばれてるわけ。そういうもうひどい言うさだよ本当に。でも後付けじゃないそれ。いや、どういうこと。あ、まあ、そういうものなのか、うん、だからいやそういうことだとするじゃない、うんうん、で何の話だっけ。あ、だからそのロストジェネレーション世代だとしてね、段階、うん、いやいやそうそう、それで段階の世代っていうのはさ、まあなんだかんだ言ったってやっぱりこういう勢いがあったし、やっぱり実績もすごいじゃない。だけど俺たちの世代ってやっぱ実績って言ったって、あ、なかなか、もうまずさその上の世代の実績もあるし、俺たち自身が何かやろうとしてもなかなか難しい。俺と堀江も1個しか違わないけど、なんかやっても潰されたっていう経験があるっていう世代だから、なかなか実績って言ってもだからよっぽど変わった人とかね、みんな意に関せずっていうような人だったら違うかもしれないけど、なんかそういうのはいない世代なわけじゃん。え、でもそれ以降はそうじゃん。いや以降だけど分かんない今の。あ、ちょっと困ってる。いやこうはなってないよ、なってないけど、もうのっけからスマホがあるとかっていう世代はまたちょっと意味合いが違うんだよ。ああ、そういうことか。うん。あ、まあ、いや、いいとか悪いっていう意味じゃなくて。うんうんうん、そうだね。いや、それで、やっぱり団塊の世代と僕らって、あんまりこう話合わないんじゃないって。あ、だって、時代が違すぎる。そう。で、俺らのちょっと上ってバブル世代だから。ああ。これまたちょっと話が違う。っていうことになると、なんか、やっぱり戦時中に、
戦争を経験してたような人たちとの方が、うん、今のこのコロナも含めて見ると今はもう戦時中だって言ってる人いるわけよね。あ、いやもちろんその戦争で爆弾が落ちてくるとかじゃないよ、うん、そういう戦争とは違うけれど戦争っていうことがあるとするとね、うん、やっぱりなんか新しく時代を変えていかなきゃいけないとかいうような変革期にいることはまあ、うんうんうん、あるわけじゃん、うん、でそういう時にも例えばもう俺なんかもう一生給料なんか上がんねえよなってもう20代の若い男の子とかが思ってたりね、もう日本は終わってますよねとか日本は沈没寸前ですねとかって言ってる人っていっぱいいるわけでしょ。でもそれじゃあちょっとどうしようもないし、まあ女の子はいいと思うよ俺、女の子は割と好きに生きてるからね、うん、あの日野さん筆頭にだから男の子はそういう意味で言うとちょっといろいろだなと思うけど、その男の子にさ話をするっていう時に戦時中のような人たち人が一肌脱いでくれるといいなって思いがあって、あでもね戦時中の人ってもうだから昭和一桁だけど今で言うと80以上、まあ、85とか90とか、こういう人たちで役者ができる人っているのかって思うと80かなりその時点でハードル高い、そういないんだよ、もうほとんど生きてないんだよね80以上の現役って言ったら、それで見たら伊藤四朗ぐらいしかいない、うん、なるほどね、はい、でユーモアがなきゃダメ、うーんそうだね、ただこうこうだったぞ、うんうん、もっと苦労しろみたいな、それじゃ聞かないもんね、それじゃ聞かないよ、聞かないね、聞かないかな、うん、だからやっぱりユーモアもあって、まあ、何か伝えられる、でもっていう80以上の伊藤四朗に変わる人募集しよう、これ、うん、あ募集したい、それもう懇願、いるのかよ、いやだけどだからもう伊藤四朗に出てもらうね、出てもらうか伊藤四朗が出てくれないとするまあいやいや出てくれるもどうもね、頼むこと自体ちょっとはばかられるから本当だよでもそういう人で、うん、我こそだと思う人はこれ出てほしい、あ我こ推薦でもいいですか、推薦でもうちのお父さんとか、はい、うちのおじいちゃんとか、うんうん、なんなら近所のおじさんとか、 あの人はなんか一過言あるなと、うんいうような人で、セリフもきちっと覚えないとダメだから、まあ、そうですけどね、うん、はい、だから記憶力に自信があって、いやまたハードル上がってるよこれも芝居のできる人を募集した方がいいで、その人が見つかり次第俺6話書くから、むしろその人が見つからなきゃ6話書けないのよ、もう回収できないから、いやまあそうだけど、そうでしょ、書かないとダメですよ、いやいやだからもうこれ緊急緊急速報緊急速報をね、モッテビアンカを6話書かせて僕に企画ね、だからそれを見つけてくれた人にはもうブラウンエースの、いやいや何言ってるの、放置者じゃないでしょそんなの、そうそう、いやいや放置者10袋いやないでしょ、もっとすごいやつあげないとダメだよそんなの、あそう、まあじゃあ結構だよこれ、チカが働いてる、うん、あのところのチョコとチーズの詰め合わせ、いやもっとだよ、なんなの、飲んでよ、いやまずその人が素晴らしい人かどうかだよ、いやだからそういう風にちょっとこれはさ近所の人ね、いやかなりにとにかくその伊藤四朗に代わる、もしくは伊藤、これを見てる伊藤四朗さんが見てくれる、もし伊藤四朗さんのお近くの方とかねいう人で、あいやそんなのってびやんこだったら出てもいいよって言ってくれるんであれば、それはそれに越したことはないよね、それはもちろんいやでも、いやでもね、そういう意味で言うと伊藤さんっていうのはね、うん、偉大な人だね、うん、いないんだよもうその世代で現役でやってて、ちゃんとこう一過言あって、うんうんうん、こう筋通せるっていう人がね、うん、なかなかいない、うん、でも、まあ、近所にそういう人がいるんであればね、あのこれを見て暁には出ていただいてね、でそのこの視聴者からも今年はお便りをたくさん募集し、日野さんの顔だけが見どころみたいな番組から脱却でするべくね、あの今年も皆さんにご挨拶して、あの今年1年もまたよろしくお願いします、だって今年はもうさ、もう何が起きたっておかしくない年だから、2022年は、いやそうでしょ、俺らはもうこれ何、これ何チャンネルだかもう分かんなくなっちゃう
いやだから乗ってビアンカが終わった後のことについてはもう世の中白紙じゃない、俺たちの中では、ね、もう何が起きても今年おかしくないという年なので、この本当にこれを見てくれてる少数の人たちとのご縁を大切にした方がいいですよ。だからそれは日野さんと瀬尾さんもそう言った方がいいです。はい、じゃあということで、じゃあ皆さんにご挨拶し、今年一年もよろしくということで、はい、今年も何か一言を言ってください。一言精進いたします。はい、ということで、そのね、たくさんのお便りと、うん、お便り、あ、でも報じちゃう、うん、我こそはと思う人に出てもらいたいと、あ、いとしろ、うん、あ、じゃないかな、はい、それでは